刑事さん。 あれは事故なんかじゃない。 被害者はこの部屋の住人 ベルナルド・ランケン 42歳 人間です。 まさか 2つの事件の犯人が 同一人物だというのか。 犯人は私が探します。 モンブランのような頑丈なロボットをバラバラにすることなど人間には不可能です。ロボットは人を殺さない。我々がそう作ったからだ。俺たちは進化してると思わないか。君を見ているとあの方は心から願ってらっしゃいました。ロボットと人間の共存を。犯人は人間なのか、それともロボットか。逃げろ、ブラン！お兄ちゃん！さっきの人、わからなかった。人間かロボットか。